はい、淡々でございます。先ほどこちらのテナをご紹介しまして、次はですね、こちらの同時に、注文、させていただいておりました、イービーのコンサートですね。こちらの、カーリーコア、プレミアムカーリーコアですね。自然の、木目なのにこんなに濃いんですね。まあすごい、特に、すごい、はい、こんなに木目が入ってるんですね。まあ、カーリーコアってやつですね、はい、とってもいいです。3ピースにサイド、バックはなっておりまして、真ん中にもカーリー、はやはり、格別なものを使っておりますね。こちらはマンゴーになっています。で、両脇をプレミアムカーリーハワイアンコアといったところです。ネックはマホガニーですね。で、ペグは UPT ペグでございます。で、ヘッドは EB、象徴の鳥ですね、なっているような形です。ブリッジ、フィンガーボードともにエボニー使ってまして、こちらのね、サウンドホールですね、こちらのアバロンパールインレ、本物のアバロンガイですねを使って、こちらとこちらを、あしらっております。こちらは一つずつ、チャーリー、福場さんですね、イービーこと、作家さんです。チャーリーの方が、手作業でこう入れていったようなモチーフになっていて、非常に愛らしいウクレレになってますね。こんな感じです。はい、情報等々たくさん、お話ししてきたので、あるんですけど、まあ、次回からこのアバロンがね、くしくもなくなってしまうということで、こちらの、鳥のインレイに関しても木の素材で今度は作っていくっていうようなことも言ってましたので、まあ、ゴージャスなこちらのね、デザインも本当に、なかなか現実になってこなくなってきてしまうという情報も入っておりますので、ぜひこの機会にね、お問い合わせいただければと思います。ちょっと弾きます。こちらコンサートサイズですね。丸い音はこんな感じで、ちょっとこう張りのある感じ。いし、まあとにかく、ジャジーなサウンドが出しやすいですね。普通にもちろんローコード弾かれてもいいですし、もしくはこのとかね、いろいろなサウンドが楽しめるウクレレなんですね。見てくれだけではなくね、演奏性抜群に弾きやすいです。ネックもとっても持ちやすいし、若干その太いのかなと思いきや、細くないんです。太くないんですね。かといって細くもないし、まあ、グリップも全然疲れないのが特徴です。まあよく私確かめるのが 5の4弦と12の1、ここ制覇して音がしっかり出るか、この中なんかこう出しやすいか出しにくいかとかでこう弾きやすさって結構こう分かったりするんですけど、まあ、個人的な確認の仕方なんですけどね、こちらもそんな感じで弾いてるととっても弾きやすいので、だいたいそういった感じの、チェックはよくしてるところでございますけど、まあなかなかお目にかかることもできない、ウクレレだと思いますね。またインレを今回独自に、チャーリー氏の方が作ってもらったので、かなり
この個体のみというような感じの、こだわりを感じます。はい、そんなわけで、こちらがテナーですね。後ろにずっと置いてました。テナーとコンサート、ぜひ、お揃いでご購入いただくといったのも、大変、素敵なことじゃないでしょうかということでね、こちらのウクレレ、まずはね、今コンサートの宣伝ですので、ちょっとテナーを置いておいて、コンサート、こちらの方販売いたしますので、お問い合わせの方お待ちしております。タンタンでした。バイバイ。